叫ばれる日本の危機。空手母国の威信は守りきれるのか。万に一つじゃないですか。正直8年前初めて世界王者が海外へ。前回大会で奪還に成功すると再び8年前の悪夢が蘇る。日本人はやっぱ負けられないですからね。 100% 勝たなくちゃダメですね。空手母国の威信を守るべく立ち上がるのはこの2人。共に全日本の頂点に立った若き大和魂が日本を救えるか。マークス選手かテセーラーですね。テセーラー選手になるんじゃないかなと。日本が最も幼いブラジルの怪物、この男が優勝候補本命。そして南米のファンタジストがその後に続く。Digamos assim, vencer esse mundial é ser um campeão. 100%。今回発表したのは10万%で。そしてロシアもまた熱い。今はプロデュースでトルコチャンピオンの。ロシアの核弾頭メチクルバノフ、高速の KO アーティスト。これはとしては今回はもう主にブラジル対ロシアと。たとえどんな危機があろうと日本人は勝たなければならない。絶対勝ちます。4年に一度の空手オリンピック、世界65カ国から集まった192人の選手が3日間ぶっ通し防具なしで直接流れ合う、まさに人間の限界を超えたハードなトーナメント、それが極真世界大会です。こんばんは。さあ日本のね、世界王者死守なるか、はい、空手母国の一生をかけた熱戦が今ここに繰り広げられます。はい、今回で9回目を迎える世界大会なんですが、王座を狙うブラジル、そして台頭著しいロシア、そして何といっても王座を死守を誓う日本がしのぎを削って戦っていますね。はい、一茂さん、ここまで見ていかがですか。前回大会の時もね、はい、まあ、非常に危機感っていうのは、そうなんですよね、今大会と同じで、あったんですけども、今私の隣にいるね、はい、木山選手が見事王座奪還ということですね。そうでしたね。今回も本当に期待したいなと思いますけども。はい、はい、そうですね。今お話にも出ましたが、本日この熱戦を解説していただくのが前極真王者の木山仁さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか今年は。はい、本当もう勝つではなく絶対勝たないといけない試合なんで、田中選手、石田選手は本当頑張ってもらいたいです。はい、さあ実はですね、その両エースの一人、田中選手ですね、はい、私が軽いスパーリングをやらせていただいたんですけども、はい、本当にね、構えに隙がないというか、もう立ってるだけで威圧感があるぐらい、もうなんかドキドキしましたね。じゃあ調子は良さそうでしたか。はい、そしてですね、本日の実況はフジテレビ格闘アナ軍団です。お願いします。はい、我々竹下、福永、鈴木の3名、声が枯れるまで気合を込めてお伝えしてまいります。はい、よろしくお願いします。さあ果たして日本が世界王者を守りきれるのか、大注目の一戦からご覧ください。日本を救ったあの男はもういない。もう死ぬ気で勝たなくちゃダメですね。もう絶対に負けることは許されない大会です。今宵覚悟とともに世界の頂を目指す戦い人、田中健太郎。18歳、国内史上最年少で世界大会に出場。日本の未来を託された若き天才。若さと勢いだけで走り続けたあの頃、精神的ないろんなことだったり技術的なことだったりっていうのがなかったんで、線が細かったですよね。あ、怖いもの知らずみたいな。はい、そうですね。しかし23歳で立った日本の頂点、日本を背負う重責とともに変わることができた自分。割と順調に来てたんで、その勢いで来てるというようなところがあったんで、見えてないところがたくさんあったなっていう感じがしますね。
とえ日本の危機が叫ばれようと、たとえ日本を救ったあの男がいなくても、自分が勝てば日本が盛り上がると思ってるんで。変えたがれるって、そこまでの覚悟決意って持てました当時？いや、なかったですね。空手の国を背負いし誇りだけが彼を頂点へと向かわせる。 100% 勝たなくちゃダメですね、はい、たとえ 10% だろうが 3% だろうが 1% だろうが あるんだったら、もう絶対勝たなくちゃいけない、そう思ってますね。覚悟、今彼にはその二文字しかない。田中健太郎の初戦、日本の二大エースの一人として威風堂々とした戦いを見せる。右の下段、左の下段、さあ左右の下段、回し蹴り、相手が嫌がっている。さあ聞いた、田中健太郎を日本のトップへと上り詰めさせた。突きからの下段回し蹴り、終始冷静に自分の空手を貫き優勢勝ち、格の違いを見せつける。続く2回戦、体格に勝る相手を静かに威圧していく田中。さあ圧力をかけ始めています。突きの連発、下突き、右の正拳突き、左鎖骨打ち、さあ強烈な下がり始めたウィルチェック。攻守にわたり主導権を握り続け優勢勝ち、表情一つ変えず余裕すら感じさせる。そして3回戦、動き回る相手に対しどっしりと構える田中。さあ威圧していきます。下段も軽く受け流しながら、さあ追いかけていく、突き、突きから下段まではしかし持っていけないか、来た右の下段、得意の下段回し蹴りで試合を作り優勢勝ち。田中、盤石の4回戦進出。